ばあちゃん、新しい範囲って一体どういう？ああ！てめえは！どうも。なんだ、もうナルトと知り合ってたのか、サイ。はい。なんでてめえがこんなとこにいやがんだ？さっきはごめんよ。これから同じ班の仲間になる人の実力を知っておきたかったんだ。何せどれくらい援護してやらなきゃならない弱虫野郎かわからないからね。なんだと？ふん、まあ落ち着きなよ。これでカカシ班が揃ったわけですね。ああ、そして臨時ではあるが、お前にはこの班の隊長をやってもらう。いいな、ヤマト。え？この人が隊長？あのカカシさんの代行とは光栄ですね。さて、お前たち新生カカシ班にやってもらう任務のことだが。ちょっと待ってくれってばよ。カカシ先生はどうしたんだよ。カカシは先の任務での疲労が回復しきっていない。だが今回の任務はその回復を待つほど余裕がなくてな。だからこうして僕とサイが新しい班員として選ばれたわけさ。話を戻すぞ。今回お前たちにやってほしい任務は偵察、そして捕獲任務だ。捕獲任務って？詳しい話は静音。はい。先日の砂隠れでの一件の折、暁のスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。さらにそのスパイが近日中に草隠れの天地橋に現れるとの情報もあります。ただこの情報は暁のサソリからのもので確証はないのですが。それでもこの情報を見逃すわけにはいかない。オロチマル、ひいてはあのウチハサスケの情報が手に入る可能性がある。サスケの情報は？そこでお前たちには今から天地橋に赴いてもらい、スパイを拘束、そしてここまで連れ帰ってきてもらう。この任務はオロチマルに関係ある以上、少なからず危険がつきまとう。心してかかるように。いいな？はい。ここが天地橋。よし、それじゃナルトたちは物陰に隠れてくれ。でもまずは僕がサソリに変化して、君たちは分かり。さあ。ヤマト隊長、うまくやってよ。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが暁のスパイだったのか。巫女は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきません。そうか。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハサスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今は北のアジトに潜伏していて、そこにウチハサスケもいます。では次は僕がいただく番ですね。サソリ様、すぐに例のものを渡してください。これ以上は僕もゆっくりできません。
ここのことがオロチマルにバレたら僕は消されてしまう。わかった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も混ぜてもらえないかしら。オロチマル、その装束懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何、少しお礼を言おうと思ってね。あなたが送ってくれたそのスパイ、すごく重宝したわ。オロチマルが出てきた以上、迂闊な行動はできない。さて、どうする。まずは僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様は援護をお願いします。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。ん？あ、バレた。最初からね。どういうことだカブト。お前は暁のスパイのはず。それなのになぜ。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな。僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志でオロチマル様のもとにいる。さて、そろそろ後ろにいる子ネズミ三匹もここへ呼んだらどうなの。すべてお見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし、少し遊んであげましょうかね。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。彼は自分から望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練がましいね。ナルト、これが球技。サスケ君のことが知りたいな。力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。このチャクラ人中力らしくなっているじゃない。この状態のナルト君と私のサスケ君、どちらが強いか試しにやらせてみたいわね。てめえのもんじゃねえ。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえってばよ。なかなか面白い遊びになりそうね。
今回はここまでのようね。またいずれ遊んであげるわ。私に何か用かしら。ナルトは？それにサイも見当たらない。サイ、ついに動き出したか。いや、今はそれよりもナルトをあの状態にし続けるのはまずいな。早々に元に戻してあげないと。よし、僕はナルトの様子を見てくる。サクラ、君はこの辺りでサイの捜索をしてくれ。はい。ナルト。ここまで来ればいいでしょう。サイとやら、あなたの目的を教えてもらいましょうか。僕に命ぜられた極秘任務は、あなたと結託し再びこの葉崩しを起こすこと。そしてその後に新しいこの葉を築く。それが僕の主の目的です。その話、何を根拠に信じればいいの？それはおかげ直轄の暗部、その構成員のリストです。超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ、信じてあげましょう。どうも。というわけだから、この子連れて行くわよ、カブト。信じてもいいのですか？嘘だとしても、ただで実験体が手に入ったと思えば安いものでしょう。まあそうですね。さあ引き上げるわよ。やはりな。これで大丈夫なはず。それにしても、あの状態のナルトをよく元に戻せましたね。うん、まあね、それが僕に備わっている力だからね。僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を鎮めることができるんだよ。あれナルト、俺ってばどうしてここに？よかった、本当によかった。
あとは、サイカ。